じゃない。さくらのライバル登場。大丈夫か、さくら。ケロちゃん、えらいうなされとったで。どないしたん？うん、なんか変な夢見ちゃった。変な夢？前にも一度見た東京タワーの夢、それから中国服を着た男の子が出てくるの。中国服？うん、何かあるのかな。さくらには多少なりとも魔力があるさかい。その夢はな、ん？予知夢かもしれん。予知夢？ああ、その中国服のやつと近い将来実際に会うかもしれんちゅうこっちゃ。さくらさん、遅刻しますよ。あ、はーい。今日は転校生を紹介するぞ。リ・シャオラン君、香港から来たんだ。みんな、仲良くするように。くらちゃん、見られてません？うん。よし、席は、そうだな、木の元の後ろが空いているな。え？よろしくな、木の元。いろいろ教えてあげてくれ。は、はい。席はこちらですわ。さ、なんで？私この子と今日初めて会ったのに、なんで？なんなのよ！本当。今日は大変でしたわね。うん、なんか疲れちゃった。でも何なんだろう、あの子どうして私のことを。おい、リー君。玉帝誘直真剣司法。ん？救急如律令。やっぱりお前クローカードを持ってるな。どうして？この羅針盤はクローカードを探すために作られたものだからな。出せ。な、何を？クローカードだ。ダメ、ケロちゃんと約束したんだもん、カード全部集めるって。お前には無理だ、いいからよこせ。やだ、あなたこそどうしてクローカードのこと知ってるのよ。お前には関係ない、残りは俺が探す。渡せ。さくらちゃん。てめえ、うちの妹に何してやる。お兄ちゃん大丈夫ですか、さくらちゃん。見たこともない構えだな、中国拳法か。おーい、あったあった、
ユキ。あと、ピザマンとカレーマンと、みんなも食べる？ちょうど5個あるし。はい。お。あら、肉まん。はい。だ。なんなのよ。リー・シャオラン？おそらくそれはリー家のもんやな。リー家？わいのご主人クローリードはな、お父はんがイギリス人でお母はんが中国人なんや。せやからクローの魔術には西洋のもんと東洋のもんが混ざっとるのが多い。さくらが今つことるいろんな魔法はみんなクローが作り出したものなんや。昔っから伝わっとる古い魔術はな、手順と約束ごとさえきちんと守ればある程度までは誰でも使えるけど、全く新しい魔術を作ったりできるんはほんの一握りの魔術師だけや。ふーん、クローさんってすごい人だったんだね。ま、本人はいろいろと問題あったけどな。え？ああ、いや、で、リーケっちゅんはな、クローのお母はんの実家なんや。中国でも有名な同士の家系やったらしい。じゃあ、あの子は。クローの遠い遠い親戚っちゅうことやな。そいつの持っとったんはおそらく羅針盤や。クローカードを探す道具なんや。え、私あの子にカード渡した方が良かったの？そりゃちゃうで、さくら。さくらはこの本を開いてわいを目覚めさせた。はじめにも言うたけど、この本はよっぽどの魔力の持ち主でなければ開けられへん。さくらには、このカードを使う資格があるっちゅうこっちや。カードにはもうさくらの名前が書いてある。カードの持ち主はさくらや。はい、もしもし？さくらちゃんですか？ともよちゃん、どうしたの？空を見てください。え？この感じやと、オロンは学校あたりやな。サンダー、強そうなカードだね。出番が来たで、さくら。出撃や！うん！羅針盤を使って、そのシャオランいう小僧も来るかもしれん。小僧が来る前に肩つけるで！ここでサンダーと戦うのはちいとつらいで。どこか広いところ、あ、学校の校庭にやつをおびき出すんや。サンダーの雷攻撃が来る前には必ず雲が光る。つまり雲が光らんところにいれば安全ちゅうことや。雷を避けまくっとったらきっとやつにも隙ができる。そしたらジャンプをつこて他のビルに飛び移るんや。しっかりな、さくら！こっちや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 ！ああ！ああ！くるで！こっちや！
でも、サンダーの元の形って何なの？サンダー純はほんまはな。そんなことも知らないのか。リー君、最低将来、救急に寄りつるわ。はっ！シャドウのカード持ってる。よし、将来救急に寄りつるよ。そんな調子でよくこれまでやってこれたな。お前のその程度の力でカード集めは無理だ。不思議な夢を見ました。中国服を着た男の子が出てくる夢です。ケロちゃんに話したら、それは予知夢だって言われたんですが、いつかその男の子と会うかもしれないって。本当かな。今日男の子が転校してきました。香港から来たリー・シャオランくんです。リーくんはクローカードを作ったクローリードさんの遠い親戚だとか。私に集めたカードを渡せって言うんですけど、なんとかお兄ちゃんが来て助かりました。その夜、またクローカードが現れました。サンダーです。そして中国服を着たリー君も来て。そう、リー君は夢で見た男の子そっくりでした。やっぱり予知夢だったみたいです。リー君が助けてくれて、なんとかカードは捕まえましたが、私これからカードキャプターとしてやっていけるか不安です。